うに丼食べたい、うに丼食べたい、うに丼食べたい、うに丼食べたい。いや、うに丼食べたいですね、今日は。ね、まあ、高いですけど。で、ね、うに丼食べに行くと、やっぱ北海道だと、シャコタン半島とか小樽とか、ちょっと離れて食べるイメージあるんですけど、そういうのめんどくさいですよね。やっぱ遠いし。という時は札幌の二条市場ありますから、安心してください。ちょっと見ましょう。まあそんなあの大きい市場じゃないんですけど、まあこの辺りでウニ丼食べれると、まあ実際この店もそうですしね、この辺パーッと歩きながらウニ丼見つけて食べましょうということで歩きましょう。ありますね、こだわりの生ウニ丼3500円。あー高いな。シャコタン半島行くと1万円とか本当ありますからね。舐めてるでしょそういうことなんですよ。まあちょっと歩きましょう。カニもある。でも人生であんまカニ美味しいと思ったことないんですよね。カニ美味しいですか？カニ。観光客になった気分でいいですね。舐めてんだろ。やっぱね、ウニ丼がなんで高いかっていうとね、やっぱ観光客が食うからだと思いますね。需要と供給が、需要の方が多すぎるような気がします。だからね、こうシャコタン半島でね、あのウニ丼1万円とかあるんですよ。どう考えても高いでしょう、ね、でも食べるっていう。ウニ丼、ウニ丼3500円。ウニ丼にしてはそんな高いわけじゃないんですけどね、うん、ていうか無職なのにこんなウニ丼食っていいんかな、まあ、いいでしょう。ちょっと食べましょう。ウニ丼ということで、ウニ丼が来ました。はい、3500円。さっきのウニ丼、あの出てきた瞬間ちょっと見た目があんま生えてなかったじゃないですか。なんかその海苔とか乗ってないし、ただウニ丼がご飯の上に乗ってるだけだったんですけど、めちゃくちゃうまかった。あれは売れるわ。もうこれ観光客がね、値段をね、もう毎年毎年釣り上げてるんですよ。で昔はもっと安かったんですけどね、今もうすごい値段になっちゃって。いやでもあれ売れるわ、なぜなら美味しいから。いいな、ウニ丼。無職の3500円はきついけど、まあいっか、動画のネタだから。ということで現場からは以上です。また明日会いましょう。じゃあ。